必殺、自動レベルアップ。何が必殺？子供の頃からずっと思ってた。レベル上げって面倒だと、同じ作業を延々と繰り返す、ただの作業。RPG ファンにぶったたかれるぞ。このゲームにもスキルのレベルアップの概念あるから、どうやって楽してレベル上げようかお母さんに聞いてみたところ、お母さんかよ。転写機を使って楽をすればいいと思うよ。お母さんゲーマーか。というわけでこうしてバスターとセーバーのレベル上げることにしました。まあ転写機って便利だもんな。まあこの作業するの今回のボス倒してからなんだけどさ。じゃあこの作業冒頭に持ってくんな。というわけで皆さんこんにちは、ゼロメガです。ナオリです。アヤナです。と今日は両手に花だ。こんな時だけ元気出すのな、お前。あ、どうも、お邪魔してます。おっす。今お茶菓子出すからゆっくりしていきな。これ実況動画なんですけど、ほら、ノーガメだよノーガメ。ここ結構大変なんだからね。下手に脱出すると反応できずに被害するからね。ここは初見だと悪い意味で苦労するよな。こんなに唐突に突っ込んでこられたら確かに反応できないかも。雨が降ってきたな。この先は逆風も吹いてくるからちょっと戦いづらくなるんだよね。落ち着いて対処していくしかないな。あれ、そういえばどうしたのアヤナさん。お洗濯物取り込んでたかしら。聞くか。あ、お母さんから電話かかってきてる。お洗濯物取り込んどいたぜ。ありがとうお母さん。お母さん有能だな。ってなんでお前そんなにダメージ食らってんの。大丈夫、もう回復しておいたから。お前が有能だとなんかムカつくな。そんな理不尽な。でもこのゲームライフ回復出る頻度結構多い気がするわ。言われてみればそうだな。リザルトにも影響出るからあんまりダメージ食らいたくはないんだけどね。食らいながら回復繰り返してたら小さなダメージ蓄積してそうだな。なんか拾ったみたい。サイバーエルフだな。ロクメガ君が言ってた、使ったら死んじゃう救済措置ね。ちなみにサイバーエルフの使用はダメに決まってるだろ。サイバーエルフを助けろ。ですよねー。トーテムボールみたいなのが生えてきたわ。やつの名前は攻略本によるとトーテムキャノンと言うんだそうだ。なんで攻略本持ってんの。あいつに借りた。ロクメガ君攻略本まで完備しているのね。デクスアドベントだけは高くて手が出ないらしいけどね。デクスアドベントの攻略本6000円とかボリすぎ。とんでもねえな。仮に実況することになったら手元に置いてプレイしたいそうだけど、手が出せるかどうか微妙って話だわ。6000円ならこのゲーム日本に迫る値段だもんな。よほど出荷本数少なかったんだろうね。攻略本の出荷本数渋るほどってことは、ゲームの方も本当に売れなかったってことなんだろうな。でゼロの実況でなんでデクスアドベントの話してるんだ。うん、したことで言って会話の流れ。まあよくあることなんじゃないかしら。さあ、そろそろボス戦だよ。ライフに余裕があるのかないのかわからないわ。まあやるだろこいつなら。プレッシャーかけるのやめてちょっと、また始まったばかりなのに時間制限あるの。いやー、初めて戦った時はちぎりそうでしたてへ。今はどうなんだ、余裕あるのか。全然はありません。大丈夫なのかしら。正直焦燥感パネーです。だがここで、奴は EX スキルを使ってきているぞ。いや、そんなこと言ってる余裕ないんだってば。でも今のところノーダメージだわ。せっかくにかわせてもいる。自信持て。セーバー当てるタイミング少なすぎて怖いんだよね。ダメージ足りてるんかなと。地道にバスターのセミチャージで頑張れ。攻撃できない。セーバー当たらない。残り40秒。アステファルコンのやつ地味に攻撃しづらいな。あのさ、地味にこれ半分切ってない。制限時間は75秒だからもう半分切ってるな。この足場どんどん下がっていくわ。プレスマシンなんだろうなこのボス部屋。やばいよやばいよ、もうやばいよ。落ち着け、まだ間に合う。あと2回セーバーで切れればお前の勝ちだ。1切ればいいのん。マジで1切ればいいのん。やった、あと1回いけ。ゼロメガ、うおやー、やった。うおー、アステファルコン撃破。危なかったな。不変、もう使
されたよー。あのレプリロイドたちも同じ気持ちかもしれないわね。よくやった。ふしゅーん。ぐったりしてるわ。精神疲弊しすぎだな。なんだ今の、接触の判定がおかしいのかしら。どうなってんだろうね。とりあえず、レジスタンスベース戻るよ。よしよし、ちゃんと A ランクは保っているな。毎回これは神経すり減るよ。時間制限があるボス戦はこれだけだ。今後は楽になるさ。というわけでいつもとちょっとタイミングは違うが、今回はここまでだな。また見てね。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。